いやー世の中はね緊急事態宣言解くようにね大変ですけれども。 サッカーが楽しませてくれてますよね。これいい、ね、本当ですね。なんかね、なんか感謝しちゃいますけどもね。本当ですね。皆さん、おはようございます。注意しなきゃできないのをやってくれてるってことですからね。これね感謝でございますけどす、ね、エキサイティングな週末でしたね、先生ね。<laughs> ええー。か揚げをあげましてですね <laughs> たね、私ね、この週末にね。ほら<や>、自宅内エキサイティングもあるじゃないですか。あ、あれもう本当アプリ見たら綺麗にできるもんすね、あれね。いや、ほんと。あ、なんかまさ、あえー、んなかなんかを買ったみたいな話聞いたんですけど。のジンノですね ええええトレイを買いましたよね。ねあの揉 <laughs> み込むやつねにんにくとかね。<laughs> ありがとうございます。<laughs> ちょっと味を締めて天ぷらをあげちゃおうかなと思った。温度計も頼んじゃいました。ええ、あの油の油の。ありがとうございます。<laughs> ヒートアップしております。やるな そんなおうち時間を楽しんでいますが皆さんいかがお過ごしでしょうか概要欄に書いて,てください,い、ね、概要欄には書けないかコメント欄にねお願いします,す、ね、さあ J リ公演場ンバーやべっちゅしスタジアムか、えー、を見た後にですねい、えー、やいやいやいや,や週末のやつを言っていこうじゃないかという引用リツイート方特、うんえー、バラエティラジオでございます先生お願いいたします井上先生お願いしますのミルク砂糖ですはいプロサッカーデータバンド先生は今日はどんなお話をというか何気になりましたかね週末ね 一番やっぱり気になったとか、やっぱりこう心打たれたのは、やっぱり大分、VS、はい、<分>清水ですね。はあ。はあ、ほう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 。はい。あの、そうなんですよね。えー えー、町田大和選手がほぼ皮膚で決めたような感じのゴールがありましたけど、うん、なんかもだってね、横飛びで言ってたでしょ、あれ、権田さんもね、そうなんですよ、ね、皮一うう枚でそうですね、体にこう完璧に当たったわけではないんですよね、<ー>服の裾とか皮、そういう感じでこう決めたような感じでしたから薄く当たってたってことなんですね、そうなんですよねこれであの大分としてはホーム初勝利になりました、うんはい、今シーズン、そっかや今7連敗してたんですよねあそっか。 はいそれもあって試合終了後のインタビューで、うん、片野坂監督もやっぱりもう涙涙でもあそうだったんですね。それにライブ。とうであともう一つちょっとなんか報われてよかったなと思う人がいたのがまた同じく大分なんですけどあと長澤選手。うううんふん,ふん,ふん今年あのベガルタ仙台から大分に移籍してきた選手になりますが仙台去年 一回もホームで勝てなかったんですよ。そうで、したたねね最最後の最後のまででで勝てなかったんんすも結局、この第12節で仙台8枚、やっと勝ちましたけど、ね、涙涙のサポーターの姿もありましたけどもね、そうなんですただ、もう昨の段階ではまだ長澤選手はまだから大分に移籍したから、まだホームで勝ってないって、まだずっと続いて多分おそらくね、自分の中でもちょ,ちょっと思っちゃってた分あるんじゃないのかなと。 そう大分に移籍してきてもホームで勝てずの状態が続いていて、ね、でやっと勝ったってので、うん、試合終了のホイッスルのと同時にやっぱ目に涙浮かべてたんですよ、長澤選手がそれがちょっとかなりもう聞きましたね。なるほどねうん私ちょっと小耳に挟むんですけどあの昨日の動画でさ言ってたじゃないですか<い>あの連携がいいっすねって古橋選手とサンベール選手の。うんええ 同じ日に生まれてるんですってね。あ、そうですねそうですね。知ってました知ってます、知ってまし同じ年の同じ日にそうなんです。すごいじゃないですか。すごいよね。えー、これ本田圭佑さんと家長さんもそうなんですよね確かねあ。そうですね。そうですよ誰、ね、とも同じだ。えー、僕同じクラスの設楽さんはそうでしたけどね。女の子誰なんだ。<laughs> <laughs> <laughs> それは同じクラスやったら確率は高いよねまあ高いねアンガールズの田中君そうなんですよ僕あそうなんですねまる、えー、っきりですよ一九七六二点八です、えー、あとあの、えー、サンボマスターのボーカルの人、えー、あの人一緒なんですよ、えー、なんか他人とは思えないですよね 先生誰か言いますそれいや全く同じは今のとこいないんですよねそれやっぱ息合うでしょやっぱ仲良くしちゃうでしょだって同じ日数生きてるしそうですねお母さんたちすげえ仲良くなると思うんですそれだって同じ日にねそこまでやった多であんまりねあれはないと思いますけど母さん同士やったら仲良くなると意気投合するでしょあのね寒い夜でしたねっつってね何代かスペインと日本だから違うからそうですねいろいろ違うからね そうですねサンペールのおうちクッキングみたいな動画見ちゃった最近凝ってるからそういうい <laughs> <laughs> サンペールが家にねごめんなさい変な話してねあの神戸さんの動画かな見せる神戸さんそう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 ん、あのあ家開けて家の中見せてくれるんですサンペールは広いとこ住んでますよ家い,すいやまあそりゃそうでも綺麗ですし、ね、ここで私の新しいものまね見,見てもらっていいですか、ええ、サンペールがドア開けた時の、えー、歓迎の言葉 ようこそ、これそっくりです。あ、日本語で言うの。そうです。へえ<ー>。へ<ー>イニエスタさんとね、ビジャさんと神戸で三人で撮った写真とか飾ってましたよ。あ,あ、そうなんや。嬉しいでしょうね、やっぱりね。いいアシストがありましたね、ごめん,んなさい、名っちゃってね。いや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 。うん、そう、ありましたね。はい、はい、あとはね、ちょっと j 2にちょっと行きたいんですけど。<ー>あの、町田ゼルビア vs レノファ山口という試合があります。あ、ありました。はい。 0ロ2で山口勝った試合なんですが、私今あの、今、ABEMATV であの各種行われてる、ゼルツクさん。はいはいはい。で、今、ずっとあの今シーズン、ゼルビー・アスド・プレビューっていう部分、ちょっと担当させていただいてるんですけども、ゼルビー・アスド・プレビューはい。あ、あ日のってことですかそうそうそう,そうあ。今回はですね、レノンが山口の高井和真選手があの、うん、この試合のキーマンだみたいな話をちょっとしてたんですそしたらまあほぼワワンンゴールワンアシスト、うん はいこの試合で見事当たったわけですなあ当たったけどこれはそうですねただゼルビアファンにとってはこれは果たしてどうだったのかっていうのがちょっと今心の中ちょっとまあそれはねでもキーマンだって言ってねやられてしまったわけですけどそうなんですよね先生が言ったからじゃないのいやいやいや高い選手がすごいですからもともとねそうですねええええええ街で敗れてしまうというねまあまたね次の試合ありますこで まあああとれかな大阪ダービーか大阪ダーービの話やっぱしなきゃいけないですね。いや、すごいバチバチ感がめちゃくちゃすごくて、ちょっと大変だったんですね、試合が、この試合。はい結果、11で終わったりとか。からあげ上げながら見てたから、バチバチ感っていうか、我々ねあのパチパチ感でしたね、私の場合は。ははねはははて。はのは。前半の23分だったかな 大久保嘉人選手、あの怪我しちゃって、あそうでしたタガート選手に代わるなんていうのがあって、はい、うわー、やっぱすごいね、大阪ダービーだしって思ってたら、今度、うん、約10分後ですよ、うん、ガンバも小野瀬選手が怪我しちゃって、うん、あ前半で両チームともあの、うん、想定外に1枚交代枠使わなきゃいけなくなるっていうのが起きちゃったんですよね。んな中、ねまあ、PK があっったりなんだりとかっていうので まあ、豊川選手のね、BK がこうポストに当たっちゃうなんてのもいろいろありましたけど、結果的にはそうだったな、一致、ね、だもんね、最終的にね。コールキーパー2人が止め合う、えー、止め合う。止め合ったね。イガジ選手もそうだね、うん、膝に当てたりとか p BK もね、距離でしたザニアテタリトとかありました、ね、あの、正面の,あの両手パンチングね。ええー、よかった,、ね、ったね。すごい。えー でただそれはあったんだけど交代で入ってきた中島元彦選手がね、うん、左からカットインして決めていしたねでこのまま終わるかと思われたら最後、ですね、うんえー、後半36分、7分、8分ぐらい見てるんで知ってるでしょうけどベ、ね、ン、ね、チスタジアも見ただろうしね, <laughs> ね<え>僕らが改めて経緯説明することは、ね、ないんでしょうけども <laughs> やっぱお客さん入ってる大阪旅が見たいね。 でもこれ2円で。見れないのねないっていうかね。しょうがないんだけどね。なんか頭の中で想像してたなお客さん入ったら今どのぐらい湧いてるかなとかね。去年、天童よしみさん来ましたからね。セレストホームだっけあれガバホームだっけ一昨年ってことかだから。なめたらあっか。あれあ一昨年かね。もう去年もだってあれ、やってないから。なんかそんな前の気しないんだけどな。もう一昨年になるんですかあれ。 うん、記憶がなかなか定着しづらいですよね、う去年は、ね。うん、ね<え>いやいや、そっか、日本サッカーもすげえこんな感じになってきたんだなーっていう。ね、<laughs> なんか、J リーグもグっと良くなってきたときにね、<laughs> 一回コロナであれだったんで、またでもコロナ終わったらめっちゃ盛り上がるだろうな、これ、反動で。いや、ほんとですね、ね<え>楽しみですね。ね えー、ちょっとあの試合内キュンが一つあったのでいいですか。あの岩手グルージャー盛岡 vs 鹿児島ユナイテッドっていう試合があったんですけど。またあのベンチキュンがありました。あ、これ2対1で岩手。二対一で岩手が勝った試合なんですよ。そうなんですよ。<ー>前半早い時間帯で。岩手が前からもプレスどんどん仕掛けていって、それで一点決めたんですが。うん、まあ後半に鹿児島に奪われてしまうんだけど、後半41分。うん もう連続5回ぐらいシュート打ち込んだ後の一番最後右からのクロスに無体ユウスケヘッドでドーンと決めた後<ー>祭りでしたね。あの秋田監督引けるベンチがね。もうフィールドプレーヤ、えーの皆うわあ。<laughs> ちょっと僕の目には見こしが見えました。なんなら <laughs> 祭りまさにね。<laughs> 今祭りもなかなかできないですからそういう時は皆さんの脳内でね。そうですね。盛り上がりたいですよね。そうですね。 なんでこの話をしたかっていうとね、なんと今、皆さん、これお聞きの皆さんも、川崎フロンターレ、そしてアルビレックス新潟という、ーン1ートの2チームがいまだ負けてないっていうのは、皆さん、だいぶご存知だと思うんですけど、岩手、グルージャ盛岡、6戦無敗、首位でございます。グルージャ位ですすよましたねねこれはははごいいい あのもう土井選手、ゴールキーパーの土井コーオーラがもう半端じゃなくて、まだ金髪ですよね。金髪です。なんかね試合見てても、お来いよぐらいな感じなんですよ。打ってみろ俺止めるから片手でぐらいなそんな感じです。なるほど。こジェスで盛り上がってまいりましたね。負けなしといえば、先生マリノスも10試合負けてないんですって、これでね。あのフロンターレだけなんですよ。開幕戦のみです、負けたのが。フロンターレに負けただけ。そう。すごいなのに3位 あのマリノスはですね、ヨあの試合開催数がそもそもほどなるほど、なるほど、のガンバ戦かなとかがあったから、そうなんですよ。だこ上位のレベルが高いというか、ね精度が高いな、これ。ちなみにね、ちょっと先の話もちょっと込み込みでいっちゃうんですが、次の週末、まだいっぱい同士のマリノス VS 神戸です。あ、めっちゃ面白いじゃない。これはやばい今マリノス のサッカーもめちゃめちゃ綺麗ですね。綺麗ですね。マリはならずともやっぱ好きなんじゃないですかってコメントなんかありましたよ。わかると思いますね。ここはね。え。ソルジャー感ありますよね。前線がなんかね。ソルジャー感あるよね。かっこいいす。ごい。あと周りの人が言ったちょっと試合とは関係ないんですけど、まアさんこの週末あの今マリノスからドイツイオンベルリンレンタルで行ってるエンド選手。エンドッケ選手。あ。 なんかね、肝心<っ>遺跡らしいですねそうなんですよ,<ー>よかったーと思ってこれ試合に出てる出てないでいうとどうなんだろう今もともと正直最初はなかなか出られなくて、うん、というかマリノスから行った時に怪我したほうが行ったんですよ、うん、あーそっかでなかなか序盤あれだったんですけど、うん、ただ成長力 がきっとこれからあるっていう見込みがあってウニオベロリンは一応買い取るって流れね買い取ってしっかりうちでとて、ことだもんねこれいいことでしょポジティブなことでしょそうあと最近は結構ちょこちょこコンスタントに出られるようになってきたはいはいはいこれ来季に向けて結構注目だウニオベルリンって先生すみませんドアスでした一部ですよね一部でございます一部そうですよねはいウチもいたとこですよねそうですかつてああヘルタとウニオ赤いとこですよね赤いところでございますそうか出てほしいね ほ楽しみだね、そういう意味ではね。はい。なんていうのもありますね。そしてまたあれでしょ、川崎対名古屋がやってくるというね、すごい楽しみでだからこれ、動画出るのが5月3日月曜日の朝なので、要は明日です。そっか。はい、5月4日火曜日に15時からなので。これはみんなで見ましょう、これは。見ましょう、見ましょう。しまったゲームになるんじゃないかっていうね。 福田さんはおっっししゃってましたけどね言ってましたね安倍さんの中ではね。うんうん、多分ですけども4三3 3スタートでしょうね名古屋はね。やっぱり福田さんもおっしゃってたよう、ね、に、はい、中盤3枚でまず川崎の攻撃を、うん、もうあの一番後ろのラインで止めるんじゃなくてやっぱ前線と中盤ところで止めにかかっていいからちょっと前で網を張るという、ねうん、形にするんですよねなるほどですね。そこでも多分 われわれですら思うってことは、うん、おそらく鬼木監督はもっとその先を行くと思うから、えー、名古屋がそうくることを読んで、もう一人多分誰か用意してくると思うんですよね。はい、そこ突破できるような人。なほだ最初から当の選手使うとか、それをどうするのかがちょっと注目になるのかな。ねうん、すごいな、どんどん出てくるな、スターがな。ね、何気にと、ね、林選手率いるトスもこれ3連勝ですから。いや、そうなの、ね。J1 のこれ面白いですよ、上の方もね。 モーディアの全部面白いんだ本当に 本当に全部面白い、えーえー、あと、そういえばゴールパフォーマンスでちょっと素晴らしいの一個あったんですよ、やっぱまわさんといえばこう、どこにこう選手がこうカメラをこう向くかとかっていうのは、えー、ご注目される方、カメラアングル、やっぱりね、大事です宮アルディジャー戦があったんですけど、1−1、うん、で、またドローでしたが、うん、ベルディ、またあの小池純喜選手がまた取ったんですよ、うん、いやー、ね、あれらしいシュートでしたよね、また天井にぶっ込むみたいなね、ねどっかーいところでけど、えーえー、いいゴールでしたね、あれね。 そのゴールの後ゴールパフォーマンスカメラにめがけて弓矢引いてパスああそれやってたねやってましたあれで立たなりせんのやつじゃないのって思ったんですなんでファンに向けてかなと思ったらあのジャニーズのグループでストーンズというグループがあるんですその方々がまああの小池選手大ファンなんですけどストーンズのことを小池選手がそうへえ でストーンス、ストーンズ側からも、あの誰かそう、そサッカー選手、こういう俺らのこの,なんかこの弓矢のパフォーマンスみたいなのは、ストーンズでも使われてるらしいんですよ。それやってくれる人いたらなーっていうのが、どっかであったらしいんですね。うん、なるほどね。それで小池選手がやった,った。なるほどね。今、ね、あのセビージャ対、あれやってますけど、ヘタフェ対、あれやってますけどね。僕が出てきて決めて、るるね、て TT 兄弟またやってくんないわね。<laughs> ここでやってもわかんないよ <laughs> <laughs> ね。なるほどそうですね。りましたあとちょっと最後、ちょっと J じゃないんですけど、うん、2>, 2つほどと。はいはいあ。3つかえ、つい先ほどですね、セリエ A の2位、アタランタがさっそうロイに引き分けちゃったんですね。はい、それに伴って、インテルが約11年ぶりに優勝を決めました。 おめでとうございます。ますボローニャの方見てました、トミアス出てたから。ね、イイまるね。出てると思って。いや、ほうけから帰ってきたんですよね,ね。ボローニャのあのー、99番、55番。はい。なんかボランチのちっちゃい子、いいな、あの子。<laughs> 好きになちっちゃった話すと決めてたよ <laughs> いや、いいことだな,な,な,っけな。なんかいい写真いるなと思って。やっぱちっちゃくて早い子が好きなの、私。 その頂点がモドリッチなんですけどねちっちゃくて早い子いいですねあとはちょっと本当はね今もう収録してて今0時40分なんですが本当はねまさん今のこの時間ではユナイテッドとリバプールが始まってる予定なんですあああれそう僕もさっきさ先生と繋ぐ前にあれやってると思って繋いだの子いやちょっとねこれはよろしくないっていうのでユナイテッドのファンがスタジアムに侵入して暴れちゃったんですよねえっ あの<あ>いわゆるほらスーパーリーグやら何やらいろいろあったからそういうことなんか倉敷、うん、さんが言ってたからさビジャレアル対ヘタメ始まる前に、ええ、ファンが、ええしね、クラブの邪魔してどうすんだっていう話ですけどねいやそなんなことだったんだはい大暴動でじゃあ中止ですかいや一応遅延って言われてるだからこれははははこの動画出る頃には終わってるのかははそれとも延期になってるのかさてどっちなのかと。 でしかもこの試合、あのリバプールが勝っちゃうと、もうシティの優勝が決まっちゃうって試合でもあるので、ちょっと他のチームにまで大きな影響を与える試合だから、ちょっとなっていうのは分からなりね、うん。なんか、あれじゃないんですか、一回落ち着いたんじゃないですか、ヨーロッパスーパーリーグの話は。う落ち着いたんだけど、うん、なんかその後あのチーム売るだとかなんだとかのいろんな話も出てるので、うんうん、多分もう、ファンとしては、俺らのユナイテッドどうする気だっていうところだと思うんですけどね。うん ボロニアの僕の好きな選手、バロウでしたあ、ムサバロウバロウですあ、ムサバロウいいですね、バロウね <laughs> よかったなちょっとそういう好きな性質。あと、ちょっとさすがに触れないわけにいかないなと思ったら、えー、最後にこの話題でも締めようかなと思いますえマーさん,ん、ね、はい。えーまあ まあこの間あのね日本人でいっぱい得点決めた鈴木勇馬選手ベルギーリーグ終わりました。はいはい,はいはい。でもう一人だから今年得点王の可能性が残ってるのはセルビア一チブルツィアンビオグラドの浅沼卓馬選手。うん、い見ましたよニュースなんか揉めてんですって。えー、まずはまずはもう退団します。やめちゃったんでしょ？うん何でも得点王はないです。試合4試合ぐらいあ安のにまだ。うんなんかなんなんかお金がもらえないかなんか。そうですね。ち遅延かなんかで揉めてっていうね。 はい、<当>まずは遅延が,だいぶい測が飛んでまますよね、うんまあでも多分なのが遺跡でしょうね多分遺跡のオファー届いたんですよきっと。なんだけど多分それが中東とか中国からとかなんじゃないかなっていうのが。でうん そのお金使ってその移籍金でお前はチームから移籍させてあげるからとか言われたけど本人とか代理人はそれしたくなくてもっと代大陸行きたいからもう移籍金なくここのチーム辞めて契約解除してどっかフリーで移籍しようっていう多分流れなんじゃないかなっていうのは。 なるほどね。まあ、揉めていることに変わりないですけど。うん医薬品とかになってきちゃう感じもあるってことなんですかね。まあね、まあ、いろんな,ないろいろ。なんか、そっか、ちょっと残念ですけどね。そうで,すねでも、朝の選手は絶対にいいやつですから。向こうがあるんですけどね。<laughs> チームがそうです結果にお金ちゃんと払ってればこんなことになってないですから。そうですよね。それたらまあ、コロナのせいとも言えますけどね。そうまあでもいい、意識してほしいからね、せっかく今実績ィコンディション戻さないでほしいしね。うん。なんかそうだ、チマリにね、祈っておりますよ。です。あと、月末のねの代表戦とかでもちゃんと見られたらいいな、そうかそうか。はい。なるほどね。 といいう感じでございました、えー、ちょっとじゃあこのあとね夜中ですけどちょっとねいろいろ見れるとかうか、ん、これじゃ髪伸びましたねヘタフェの <laughs> キリンみたいですねもうねもう背番号に髪,型髪の毛かかってますもんね確かに背番号髪の毛で隠しちゃったら違反になっちゃうのかね見えないっつって <laughs> 女子サッカーでは見ますけど見えない以上にその髪の長さで誰かわかるからいいのか <laughs> 確かに <laughs> ねビジャレアルにあの人いるんですね、えー、コロンビアのあの 恐ろしい人、すげえ強かった人、コロンビアのあアス代表のストライカーみたいな、うん、いますね、ビジャレアルに。なんだっけな、名前、いるんですよ。さっき言いましたもん。誰だろうな、パコを歩かせるこのビージャレアルバッカかなバッカない。バッカです。ですあ、よかったよかった。怖い。なんでこの人怖いんだろう、僕。 わかんないやられてますよねあのめちゃくちゃコロンビアにやられたときにやられたんだっけあそうなのわかんないすげえ怖いこの人なんか僕はビジュアリアルどうしても仲間感がどうしてもあってしまってそっかあのタケがいたからで僕らとしてもその動画作ってるからばっかめちゃくちゃ仲間感ばっかってミランにもいませんでしたっけばっか昔ミランいましたいましたよねうん怖いなんか怖いばっかにんでだよ怖い思いさせられた気がします俺どっかで かんないちょっとそあれじゃないのって思う形でコメントください。確かにあとはもう個人的にはもうビジャレアルはもうリーグ一旦置いといてていいから、ね、<の>ハリスとかにめっちゃやられた時ばっかりいましたよね,たね。ちょっとそこら辺私見てなくて分かんないんですけどすけ34歳だからそうだよ多分。あとはビジャレアルにはもう本当 EL 優勝してもらって、えー、あの僕の予想も当ててもらえればなっていうところがあるので頑張ってビジャレアル わかりました。はい。ということでした。いということで、ジェリー2ー o m でございました。ミルクサッカーアカデミーに、ね、ああ、だこうだ言いながら毎日やってますんで、よかったらなんかしながらまた聞いてちょうだいませ。お願いします。じゃあ、また今日マンデーライブ,ライブ夜やりますー。チャンネル登録お願いします。井上真央でした。それではどうもどうも、またお会いしましょう。さよなら。